私の名前はパニコ、28歳の事務職員です。大学を卒業してから今の会社にお世話になっているのですが、バタバタした毎日を送っていたらすでに6年が経過していました。ここ最近は特に仕事も忙しく、人手も少ないなーなんて思っていたんです。ねえねえ、最近すごく忙しいと思わない？私、昨日家に着いたの21時過ぎてたんだけど、空腹も通り越してすぐに寝ちゃったよ。わかるわかる、私も同じくらいの帰宅時間だったもんな。なんかさ、あの人がいろいろあってからというものさ、退職者が増えたもんね。私もいつターゲットになるのかって毎日怯えながら仕事してるよ。え、あの人？それって誰のこと？パニコったら本当に鈍感よね。本当にわからないの？ま、それがパニコの良さだと思うんだけどさ。ほら、この部署で一番長く勤めてる前園さんよ。おつぼねって言われてる前園さん。え、あの物静かな前園さんが一体どうしたっていうの？ほら、昨年係長に昇進するとかって話があったじゃない？ああ、確かにそんな噂話が流れてた時期があったよね。でもどうやら同期の山田さんに出世争い負けちゃったみたいなのよ。そうだったね。確か予想外で山田さんが係長になったもんね。あの時みんななぜかとっても喜んでいたかも。その後から前園さん人格がガラッと変わったというか、本性が現れたっていうか、そんな感じなのよね。何かにつけて人の上げ足取ってくるっていうかさ。とにかくパニコも前園さんには近寄らない方がいいよ。この人は同僚で親友の夏美、私とは違って世の中の動きに敏感というか、常にアンテナを張っているといった感じのタイプで、こうやって時折私が気づいていない情報を教えてくれるから助かってるんです。それにしても前園さんの話なんか聞いてるだけで恐ろしい。退職にまで追い込むって一体どういうことなんだろう。その日、私は前園さんのことばかりを考えて過ごしてしまったんです。自分は絶対に前園さんに絡まれないようにしなきゃって思いながら仕事をしていました。この資料は総務課で、そしてこっちの資料は会計課、最後にこの資料が人事課だったよね。よし、さっさと終わらせなきゃ。私がたくさんの資料を持って廊下を歩いていると、わっ！いってててててちょっとあんた、どこ見て歩いてんのよ。すみません。あ、前園さん。わー、腹立つ。なんなの、この狭い廊下を周囲も見ずに歩くってさ。この私が怪我でもしたら、あんたが責任取ってくれるわけ？すみません、気をつけます。あんた確か同じ部署のパニコよね。これまで全く存在感すら感じたことがなかったけど、この私にぶつかってくるなんてね。あんたの名前よーく覚えておくわね。え、なに、めちゃくちゃ怖いんだけど。早く書類を届けなきゃって慌てていたら、廊下の曲がり角で前園さんに激突。これはまずいと思い、すぐに謝罪したものの、やっぱり私は目をつけられてしまったようなのです。そう、この日から私は前園さんのターゲットになってしまったというわけなの。ちょっと、この資料誤字脱字だらけなんだけど、一体誰が作成したの？え、それでしたら私ですけど。あなた、何度注意されたらわかるのかしら。こんな簡単なこと小学生にだってわかることなのに。もしかしたらあなたは小学生以下なのかな。もう一度小学校から出直してきた方がいいと思うんですけど。申し訳ありません、今すぐに一周せよ。ああ、もういいわよ。もう私が手直ししておいたから。よかったわよね。私のような優秀な上司が同じ部署にいてさ。あんたみたいな出来損ないがいたら、周囲の迷惑だしね。ったく、あなたのために使った時間を返してちょうだいって感じよ。すみませんでした。これまでなら、間違いに気づいた人がささっと直す資料も、私のミスを荒探しする前園さんは、みんなの前で私を責め立てるんです。しかし、これだけでは終わりません。ちょっとあなた、この会議用の資料なんだけど、明日の朝一までに100部ずつコピーしておいてちょうだい。え、そんなにたくさんですか？何？文句あるの？私があなたのために
誤字脱字だらけの資料を手直ししてやったこと忘れたわけじゃないでしょうね。それに今日は私は大切な大切な用事があって定時には退社しなきゃならないのよ。な、はあ、何また口答え？やるの？やらないの？なんてかあなたに選択肢なんてないわよ。はい、コピーしておきます。明日までに100部ずつですね。そうよ、じゃよろしくね。さてと化粧直しして出かける準備しなきゃ。まだ自分の仕事も終わってないっていうのにどうしたらいいのよ。今日も間違いなく残業確定か。一体何時に帰れるんだろう。こんな毎日が続くものだから私は正直疲れてしまい心身ともにボロボロになっていきました。そんな私にいち早く気づいてくれたのが親友の夏美でした。パニコ大丈夫？顔が真っ青。やっぱり分かっちゃった。さすがにこう毎日毎日罵声を浴びせられてたら気力まで失ってしまうというか、退職していった人の気持ち分かるなって思ってね。何言ってるのよパニコ。まさか退職しようだなんてそんなこと考えてるわけじゃないわよね。まだもう少し頑張ろうとは思ってるけど、正直これがあと何年も続くと思ったら耐えられないかも。社内で久しぶりに夏美と話しましたが、私は冗談とかではなくもう限界に近づいているんだなって感じていたんです。しかしそんな私の精神状態なんてお構いなしの前園さんがさらなる追い打ちをかけてきたんです。ちょっとあんた、何回同じミスをしたら気が済むのよ。え、ごまかそうと思ってもそうはいかないわよ。昨日提出した決算書類あなたがやったんでしょ。いえ、私ではないかと。え、私知らない、私じゃない。ああ、何言ってんのよ。反論の前にまず謝罪できないわけ。え、でも私その書類には携わっていないんです。はあ、嘘の後はついに言い訳。本当にあんたのやってることは仕事のできない人の典型よ。あなたはこの会社にふさわしくない。貢献してない社員は邪魔。人件費の無駄なのよ。あなたみたいな無能社員はいらないってのよ。もうダメだ。何を言ったところでこの人は私を辞めさせるまで攻撃をやめることはないんだ。そんな風に思ってしまった私。それと同時に、なんでやってないことまで私のせいにされているんだろうとイライラしてしまったのです。怒りで下を向いてわなわなと震えていた私。そんな私の様子を見て前園さんは私が落ち込んでいると思い込み、さらに追い打ち。黙ってるってことはこのミスは自分の責任だって認めるんだね。困ったら口も聞けないとか、もうほんとダメね。使えないわ、さっさとやめたら。もうダメだ、我慢の限界。堪忍袋の尾が切れてしまった私。なるほどね、この人は本当に痛い目見せてやるまで自分の醜悪さに気がつかないってタイプなのね。上等じゃない、今に見てろよ。そう、私この高飛車女に仕返しをしてやろうと決心したの。わかりました。はあ、わかりましたですってついに認めた。ついに退職ね。さようなら皆さん、今日でパニコさんが退職するようです。拍手。もういいです、私もこれで腹が決まりました。もうやめますね。私はそう言うと前園さんの顔色一つ見ずに自分のデスクに戻り荷物をまとめました。その間に私は家に連絡をしお迎えの依頼をしたんです。その間も嫌味を言い続ける前園さん。やっと邪魔者がいなくなる。これで快適な職場になるわね。仕事のできない邪魔者はどんどん排除すべきだわ。しかしその時です、なんだか社員たちが誰なのあれ、高級車がたくさん来てるんだけどとひそひそざわざわと窓の外を見て騒いでいます。もちろん目ざとい前園さんがずらりと並ぶ高級車やその車から降りてくるイケメン男性を見逃すわけがありません。荷物をまとめ終えた私がお世話になりましたと頭を下げて会社を後にしているのも無視。私は仕方なく一人でとぼとぼと会社の玄関に向かいました。そしたらね、後ろから前園さんがバタバタと会社の玄関めがけて走ってきたの。どうやら盛大な勘違いをしているようで、会社を出るなりこんなことをほざき始めましたよ。何
なにこれ、もしかして私が夢にまで見た白馬の王子様が迎えに来てくれたのかしら。この前の合コンで連絡先交換しまくった甲斐があったわ。きっとその時のイケメンたちが私を迎えに来たのね。この瞬間のために私はたくさんの時間とお金をかけて合コン婚活パーティーに参加してたのよね。思ったよりも早くにお迎えに来てくれて最高。なわけねえだろ。そして私を見つけるとこんなことを言ってきました。ちょっと無能退職者、そこどきなさいよ。あんたがそんなところに突っ立ってたらこのイケメン男性陣が私を見つけられないでしょ。どけ。うわっ、あ、ちょ、いって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 。ものすごい勢いで私を突き飛ばした前園さん。しかしその時です。大丈夫ですか、パニコお嬢様。はにゃ、一人のイケメンが私にそう言ったもんだから前園さんポカン。いって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 、ああ、ありがとう、ごめんね。大丈夫、それよりこんなにみんなで揃ってお迎えに来てくれなくてもよかったのに。いや、そうはいきませんよ。本来であれば送迎が基本なのに、パニコお嬢様はいつも自分一人で出勤されるので、だからせめて連絡が来た時くらいは仕事を放り出してもお迎えに上がりますよ。二人目のイケメンが私をエスコート。これにはさすがに前園さん黙っていられなかったみたいね。え、ちょ、え、あ、お嬢様、あんたがお嬢様、この王子様たちは私を迎えに来たわけじゃなく、この仕事のできない女を迎えに来たってことなの。まあね。さらに三人目のイケメンが前園さんをきっと睨みつけて言いました。あなたが噂の前園さんですね。随分とパニコお嬢様にひどいことをされていたようで、我々はあなたを到底許すことはできません。これまでのあなたの悪事も全て調べさせてもらいましたよ。どういうことなの。状況を完全に把握できず、あっけに取られている前園さん。そうそう、前園さんの趣味は合コンで、いつか白馬の王子様が自分を迎えに来ると心から信じていたようだったのです。それなのに目の前のイケメン男性陣は私を迎えに来るし、しかも悪事が暴かれてると聞き顔面蒼白になっています。この人たちみんなとってもとっても優秀な私の執事なんです。はあ、よくもこれまで毎日毎日パニコお嬢様に嫌がらせをしてくれましたね。会社が許したとしても我々は一生あなたを許すことはありませんよ。その通り、覚悟しておくことですね。もうたくさんの証拠が集まってますし、会社にも証拠の数々は提出済み。そろそろ処分が下される頃でしょうね。え、どういうことよ、処分って。あれ、前園さんは知らなかったんですね。この会社の社長と私の母親が兄弟なんです。だから私が退職するって聞いた社長は一体何があったのかって、だから全部本当のことを伝えておいたんです。前園さんのせいでこれまでに何人も退職者が出てるってことはね。社長はあなたをクビにするだけではなく、経費の横領、備品の窃盗、他の社員への迷惑行為などについてもあなたを訴えると言っています。パニコお嬢様への数々の無礼についてはそれらの責任をきっちり追及された後で我々から改めてご相談させていただくことになりますね。そんな。じゃあ私はとりあえずここで失礼します。前園さん、あちこちから訴えやら処分が下されると思いますけど、真摯に受け止めてくださいね。いや、私クビになったらどこにも行くところがないの。これまでのこと謝るから、だから許してよ。私は泣き叫んで謝罪する前園さんを無視して高級車に乗り込み帰宅。最後に言いたいことも言えてすっきりしました。そうそう、その後前園さんはもちろん懲戒解雇となりましたよ。これまで前園さんから嫌がらせを受けて退職した人の中には、スマホで前園さんが罵声を浴びせている場面を録音した人がいたようで、中には人間恐怖症になって病院で診断書をもらっていた人もいたみたいなんです。まあそれだけ精神的に人を追い詰めるようなことをしていたんですから、懲戒解雇は妥当な処分と言えますよね。そんな前園さん、会社をクビになっただけではなく、当然あちこちから訴えられ、みんな徹底的に前園さんを追い詰めるって言って張り切ってますよ。邪魔ですね。私はというと、いやー、パニコが戻ってきてくれてよかったよ。ま、
私は辞めるなんて思ってなかったけどね。いやいや、でも実際追い込まれて辞めようと思ってたのは事実だよ。こう見えてほんと辛かったんだから。でもさ、パニコが辞めるって言った時、社内がめちゃくちゃになって仕事どころじゃなかったんだよ。え、そうなの？うん、そうだよ。みんな私も辞めるって何人もの人が退職届持って社長のとこに乗り込んだんだから。ま、私もそのうちの一人なんだけどね。そうだったんだ、心配かけてごめんね。あ、でもこれからはまた気持ち新たに頑張るからよろしくね。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。